理由は分かった。そうか。それじゃ断る。ああ、なんだと。あんたの言い分は通っている。だがな、所詮それは極道の勝手な都合ってやつだ。何？俺も昔は極道だった。他人の生活に土足で踏み込んでは何かと理由をつけていいようにことを運ばせていた。だがな、そんな俺たちの事情で振り回された子供はどうなるんだ。俺はな、ここで施設をやっているうちはあいつらをそういう目に遭わせたくねえ。話は終わりだ。帰らせてもらう。おいこら、ちょっと待て。沖縄で生まれて60年、内地から来たガキに説教されるほど老いぼれちゃいねえ。あんた本当にそれでいいと思っているのか。ああ、今俺をここで殺して子供たちを追い出して、あんたそれで満足なのか。沖縄のことを愛しているなら俺たちを立ち退かせることよりももっと他に考えることがあるんじゃないのか。あんたが暴力で向かってくるなら構わない。そん時はこっちも手加減なしにやらせてもらうぜ。